もショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。僕は普段ミニマリズムなライフスタイルを送っていて、やりたいことにフォーカスするためにその他関係ないことは徹底的に断捨離していこう、手放していきましょうってことをシェアしています。で、極力シンプルに身軽に生きていきたいっていうことで周りの環境を整えていったら、いつの間にか僕の周りの製品っていうのはアップル製品に固まっていったっていうのがあるんです。で、まあそのシンプルにやりたいことだったり好きなことにフォーカスをするために、僕自身がそのアップル製品をどういうふうに習慣的に落とし込んでいるのかっていうのを今回はお見せしていきたいと思います。僕自身やっぱこういった話っていうのはすごいパッションがありますし、日々僕自身も常々考えていることです。日々ブラッシュアップをしていてることなんですね。ミニマリストに限らず日本人の多くの人がアップル製品が好きだと思うんです。もっと上手い使い方があるんじゃないかっていうのを気にしてなってると思うんです。なので今回その僕の日々の習慣的な、まあ、こんな感じで使ってますよっていうのを見てもらって、まあ、それがちょっとでも参考になってくれたら嬉しいなと思って、今回こうやって動画をシェアしてみようと思います。今回の流れは先に Vlog スタイルをシェアしながら Apple 製品と僕のライフスタイルっていうのをお見せします。で、最後後半ですね、まとめということで、パソコンだったらこう、スマホだったらこう、 Apple Watch だったらこうっていうことでちょっと言葉でまとめてシェアしていきたいと思います。なので興味がある方はぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。はい、ということでいきましょう。はい、どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日もやっていくわけなんですけども、まずはコミュニティにいるメンバーの人とズームでお話をします。あ、こんにちは。おはようございます。 ありがとうございます。あ、外に行った時はズームでやる時があるんですけど、家の中だったらこのパソコンを使ってズームをやります。やっぱり速度も速いですし、すごく話しやすいです。そしてスマホは家の中ではほとんどいじらないです。 SNS の誘惑がすごすぎるので、もう僕はこの、ボックスの中に入れて触らないように普段しています。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、終わりました。はい、完了しました。ということで、最近はですね、この Notion っていうアプリを使い始めました。今回の動画にちょっと入ってくることだと思うんでシェアしたいんですけども、僕今までデータをドロップボックスだったり Google ドライブ、ワンドライブ、エバーノートにもうデータがちりぢりになってたんです。あとはこういった紙媒体って呼ばれるところにもこうちりぢりになってたデータが。なのでそういったものをもう一箇所にまとめてしまいたい、そこで分析をしたり情報をまとめたり整理したりしたいなって、次のアイデアを生み出したいなっていうふうに考えていました。でなった時にそれができるものがあるよっていうことで、まあ今更ながらノーションというものを使って今試しています。はい、ということで一旦一区切りがつきましたけども、今日まだ全然体を動かせてなくて、アクティビティが0分なのでちょっと運動します。いや家でテレワークしてたらすぐ運動不足になっちゃいますから、意図的にやんないといけないんですけど、僕が最近やってるのはこのナイキトレーニングクラブですね。はい、こちらのアプリを使って今日は腹筋鍛えたいなと思ったら腹筋メニューをやりますし、腕鍛えたいなと思ったら腕やったりとかしています。そう、一人でトレーニングしようと思うとめんどくさいんですけど、このアプリがあるといろんな動きをそのナレーション付きでやらせてもらえるので、すごく楽しく続けることができるんです。なのでこのアプリもすごくおすすめです。両足を少しだけ前に倒して左右に動かします。腰で体を折りたたむようにイメージします。背中はまっすぐ伸ばしたままにします。両足は揃えます。頑張ってください。もう少しです。今日のワークアウトはこれで終わりです。汗をかいた分だけ水分を補給しましょう。はい、終わりました。そう、こんな感じでなんか無理なく続けられるので、このトレーニングに変えてよかったなって思います。あと今日はまだ水を一滴も飲んでませんね。はい、今から飲みます。味がすごいんですよね、これ。最近はプロテインジュースに青汁粉末を入れてます。いただきます。あ、まずい。
プロテインを 400ml 飲みましたということで、はい、これで 21% 飲みましたね。まだまだ先は長いです。はい、すっきりしましたので、じゃあ続いて動画編集をやります。はい、ということで一区切りできましたので、今からですね、伸びに伸びたこちらの髪を切りに行ってきます。何ヶ月ぶりぐらいでしょう。3ヶ月ぶりぐらいだと思うんですけども、ちなみに皆さんもう髪切ってますかね。どうでしょう。そう、正直この今のスイカのやつはスマホでピーって全然いいんですね。でも今まではこの 11ProMax でかいので、こうやってポケットの中に入れてなくて、そうカバンの中にこう入れてたんです。改札を通るときにこう開けて出して、でまた閉まってってやるのがちょっと煩わしいなっていうふうに思ってました。なので最近はこの Apple Watch でピッてやるようにしてます。そう、カバンをこう背負ったままでもこれでピッてできるのですごく楽です。で今から美容室初めて使うところに行くので道を確認します。でスマホで道を確認ではなくて、この Apple Watch で道案内をしてもらいます。いつもはキュービーハウスで1000円カットって言ってやってもらってるんですけど、今の時期一部の店舗しか空いてないんですよ。で僕らはいつも行ってたところっていうのが空いてなかったので、そう今回仕方なくっていうか、そうそうそう、まあね、ちょっと高くついちゃいますけど、初めての普通の美容室に行ってきます。はい、じゃあおしゃれになってきます。はい、ということで切ってもらいました。そう、こんな感じですごいさっぱりしました。はい、やっぱりキュービートハウスと違って、まあ、比較するのも失礼なんですけど、めちゃくちゃうまいですし、すごい話もすごい上手でしたね。はい、楽しかったです。もう帰ってもいいんですけど、でまあ、せっかく外に出てきたので、もうちょっと散歩しながら帰りたいと思います。まあ、駅の近くには人はちょっといたんですけども、まあ、こういったところはまだまだ人は少ない印象です。はい、今日も3密を避けながら散歩します。いや、気持ちいいですね。最高です。それでは3密を避けて、こちらでちょっとゆっくりメンテナンスしていきましょう。ゆっくりしちゃって、今みたいな水を飲んだ時っていうのは具体的に何ミリかっていうのがわからないわけなんで、まあ、そこはざっくり、そうですね、今のだったら150ぐらいだと思いますんで、はい、150って感じでつけておきますと。はい、 OK、 あれ、はい、 OK です。まだまだ半分しかやってないので、もうちょっと頑張ります。わー、なんかこういうの見ると懐かしいとすら思うようになりましたね。まあ、ちょっと値段が高いんで、まあ、節約のために買わないですけども。ああ、幸せです。いや、久しぶりにこうやって外に出れて楽しかったです。じゃあ今からもう夕方になりましたので、今からも帰ります。はい、ただいま帰ってきました。今回は iPhone の出番が非常に少なかったですね。まあ、でも電車の中でスラックを立ち上げて、コミュニティの人と連絡をしたりとか、サファリを立ち上げてなんか調べ物したりしてました。そう、あとはこう帰りがけにこうね、スマホのこの三眼カメラで撮影をしたりとかってことをしてました。外ではこの iPhone が僕のパソコン代わりとして仕事をバリバリこなしてくれるわけなんですけども、ただ一度立ち上げてしまうとインスタ、ツイッターの投稿が気になってしょうがなくなりますね。あとは YouTube の、コメント来てないかなとかっていうのもすっごく気になってしまいます。なので極力立ち上げたくはないです。読み方ちょっとわからないんですけども、ハビトリファイっていうアプリがあります。僕はそれを Apple Watch の中に入れてまして、日々の習慣、毎日これやるっていう習慣をこの Apple Watch の中に入れてます。で、例えばこの中には目標を紙に書くっていうアプリがあるので、そう、まあ、こんな感じで目標を紙に書きました。完了したらこれをタップして、今日の習慣は全て達成です。でもちろんその Apple Watch がなきゃダメだって言っていることでは全然なくて、全部 Apple Watch でできることは iPhone でもできますので、ただ僕の場合は意志がとても弱いので、 iPhone を開いちゃうともうついつい他の誘惑に負けてしまいます。なので極力スマホは触らないと、外に行った時だけ触るようにしています。
ここで終わってしまうと締まりのない動画になってしまいますので、最後まとめに入りたいと思います。僕がパソコン、スマホ、アップルウォッチをどういうふうに生活習慣に落とし込んでいるかっていうと、まず一つ目、重い処理だったり効率よく処理したい作業っていうのはパソコンでやっています。動画編集ですとかズーム会議とかそういったものはパソコンでやっています。で、二つ目ですね、軽い連絡だったりとかサブカメラ的に使いたい場合はスマホでやっています。で、3つ目、生活習慣を管理するためにはこの Apple Watch を使っています。あとは外でスマホ歩きをしていると危ないなって思ったものに関してはこの Apple Watch でも使ったりしています。はい、こんな感じで僕はこの Apple 製品をうまく生活に落とし込んでやっているっていう感じですね。詳しい使い方を知りたい場合に関してはその概要欄のリンクにある動画を見てみてください。はい、ということで今回は Apple 製品のある日々の習慣ルーティーンを紹介していました。今回の話がちょっとでも面白かったで参考になりましたと感じていただけた場合はグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。この動画を見てくれている人の中には僕と同じようにアップルから抜け出せないんですとアップルゾンビになっちゃいましたっていう人もいっぱいいると思いますので、そんな人たちがその実際にどういうふうに生活に落とし込んでいるのかとか、こんな使い方あったらもっと面白くなりますよみたいな、そういうアイデアみたいなありましたらコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。僕も日々こんなことやったらもっと良くなるんじゃないか、もっと身軽になれるんじゃないかっていうことで日々日々考えて情報を収集しています。そうなのでコメント欄でいいアイデアがあったら僕も取り入れていきたいと思いますので、ぜひ書いてくれたら嬉しいです。